絶好のサッカー日和に恵まれた山梨中銀スタジアム。そんな中、会場では女性たちが主役のヴィーナスデーを開催。こちらはハンドマッサージ体験やハンドメイド雑貨の販売など、女性に嬉しいブースが並んだヴィーナスマーケット。可愛い雑貨に夢中なフォールちゃん。でも周りに気をつけないと。あっと、大きなお耳がごっつんこ。フォールちゃんどんまい。続いてはこちら、県内の美人アナウンサーによるスペシャルトークショー。各局のヴィーナスがこの日は生で見られるとあって、会場はこのにぎわい。我々 NNS の新人堀内アナも張り切ってトークさせていただきました。そして最後はヴァンフォーレのイケメンナンバーワンを決めるイケメン選手権。あなたの手で今年のミスターヴァンフォーレを決めちゃおう。みんなはどの選手に投票したのかな。どの選手に。リク君。どうして。ん、好きだから、大好きだから。早くゲームに出て頑張って。はい、橋爪優輝選手です。常にスタメンに出てほしいです。そしてどんどん前に駆け上がってほしいです。はい、橋爪優輝選手です。ルルーに入れました。点を取ったりして頑張ってください。今日の試合に、点を取って頑張ってください。この日迎え撃つ京都はここまで2連勝と調子を上げてきている。一方、前節今シーズン初の黒星を喫してしまったヴァンフォーレ、連敗は避けたいところ。平成最後のホーム戦、イレブンは3試合ぶりの白星を目指して今日も熱く戦う。なお、試合結果はご覧のようになりました。苦しい中でも最後まで走り抜いた選手たち、チーム一丸で平成最後のホーム戦を勝利で収めた。次の試合も絶対勝つんで、これからも応援よろしくお願いします。リーグ戦のおよそ4分の1を終えたヴァンフォーレ、さらなる高みを目指して混戦の上位争いを全員で勝ち抜こう。南アルプス市の八鷹千敷グラウンドで日々トレーニングに励んでいるヴァンフォーレ甲府 U12。 彼らは3月に行われた12歳以下の全国大会ダノンネーションズカップで3大会ぶり2度目の優勝を勝ち取り、今年の秋にスペインで開催される世界大会に日本代表として出場します。その時はあんま実感感じなかったんですけど、もう本当みんなで喜んで、本当その時は嬉しかったです。まあ、全部の試合本当厳しかったんですけど、みんなで声をかけ合って優勝することができました。やっぱり最初はなかなか実感がなかったんですけど、クラブの方々や、まあ、保護者の皆さん、それからあと山梨県の、皆さんから祝福をいただいて、まあ、そこでやっとこう実感が湧いたっていうのがありまして、まあ、本当に嬉しいです。夕方5時から始まるチーム練習。現在チームには小学4年生から6年生までの43人が所属しています。チームを率いるのは西川陽介監督です。選手たちは数々の大会で成果を残してきたベテランの西川監督の指導のもと、日々厳しい練習と高い目標を持ってトレーニングを行っています。守備は粘り強くて、攻撃はすごく攻撃的で、ゴールをすごく狙っていて、だから守備と攻撃両方とも強いところが勝負。今年の選手たち、そんなに大きくてね、走るのが速い選手がいるってわけではないですけど、でもそれぞれ のちっちゃくてもね、個々の技術、それから判断の部分やそのサッカーのセンスというものはすごい感じてます。
小柄ながらも高いテクニックを持った逸材が揃った今年の U12。 そんなチームは3月24日世界大会の出場をかけた日本大会決勝で清水エスパルス U12 清水を2対0で下し、3年ぶりとなる2度目の世界切符を勝ち取りました。大会ではキャプテンの楠木選手、大会最優秀選手に選ばれた杉岡選手、決勝戦で2ゴールを決めた鈴木選手を中心に、持ち味の高いテクニックとチームワークを生かして日本大会を勝ち抜きました。初優勝した2016年、ヴァンフォーレはフランスの世界大会で準優勝を果たしています。それを上回る結果を残すため、今年のチームは日本大会で確かな手応えを得たチームワークにさらなる磨きをかけています。世界の人たちはフィジカルだったり高さがあるから、僕たちの足元とかの技術を使って勝てればいいなと思います。みんなで一つになって世界の相手にも通用するようなプレーをして世界一になりたいです。まあ、前回はね、決勝で PK で敗れて、まあ、フランスのパリに忘れ物をしてきたので、場所はスペインのバルセロナですけどね、優勝を本気で目指して選手たちと世界大会を楽しんでいきたいと思います。世界大会は今年10月にスペインで開催されます。山梨、そして日本の誇りを胸に、イレブンは世界一を目指します。続いてはヴァンフォーレ情報。4月16日火曜日、ヴァンフォーレ甲府オフィシャルスポンサー有限会社甲府セントラル通商がチームにヴァンフォーレ甲府応援食品ウィンウィンウィンナーを贈呈しました。贈呈式では甲府セントラル通商の飯島久典社長が、私たちも応援しています、頑張ってくださいとエールを送り、ヴァンフォーレ甲府の伊藤監督に目録を手渡しました。このウインナーは県内のスーパーなどで販売していて、売り上げの一部はヴァンフォーレ甲府の強化資金として還元されます。勝ち飯のように勝負の時に食べて勝つという思いを込めて作った商品になります。J1 ですね、昇格を目指して、頑張っていただきたいと思います。そのためにも皆さんでウィンウィンウィンナーを食べて、応援しましょう。ウィンウィンウィンナーを食べてヴァンフォーレ甲府を応援してください。せーの、ウィンウィンウィンナー。